どうもマイクレットンズです。新年明けましておめでとうございます。いやー明けた明けた、うん、いやー2023年、はいはい、夢見た？初夢まだですね。まだ2023年なってですね、まあ皆さんの一応なんかこうバンド的にやりたいライブハウス聞いてみようかな。久々にここでやりたいとか、なんか、はい、新たなこのライブハウスやったことないからやりたいとか、はい、ちょっと聞いてみたいと思いますけど、じゃあ僕から行きましょうかね。なんか何やら大阪にコの字型のライブハウスができるらしくて、うん、おー、うん、コの字型？お客さんのファンがこの字型でこう、はい、だから、はいはいはい、右も左もいるっていう、はいはいはい、なんか海外であったよね、そういうとこ右左交互に見て、ね、こう、はい、こうやるし、はい、こう、はい、絶対やってるやつ、リバースってやってもいい、ね、はい、そこのなんかどこのなんて名前かわかんないですけど、うん、そういうちょっと情報を得たのでそこをちょっと興味あります。ケル君、はい、僕はですね久々に、うん、6名間でライブしてうわーいい ね、 したね。搬入大変だ。大変ですけどでもやっぱあそこに立つとですね、うん、やっぱこう初心により帰れるというか、はい、パワーがよりみなぎってくるんで、はい、やってみたいなと思います。なんとなく想像つきますか？分かんないです。山形の昭和ミュージックショーや昭和はい、やっぱクリフを連れて前半で出したいですね。あ、そうだね、まだ4期では山形に行ってない、うん、はい、ミュージックショーはって言えばね、僕最後の辺でやった時に、うん、2階席やったじゃん、うん、そこに司くんのご両親2人だけいて、はい、もう、もうこう、もう、なんていうか、王室の方みたいな感じで、もう見てたから、すげえそれが印象的です、僕は。あれね、お父さん、耳栓して聞いてますか？聞いてねえじゃん、それ。いや、なんか、反応がすごすぎるらしいんですよ。なので、一応耳栓してやった方が普通に聞けるみたいな。そうですね、まあ、僕も似た感じになっちゃうんですけど、やっぱり岐阜のキャスパーのライブって結構汗だくになるじゃないですか。あれはちょっと経験してもらいたいなと。ケケ君に、うん、プロレス入場で、うん、そうですね、髪の花歌ってもらってそうね、そこから経験したいね、一緒に、はいはい、ジャストワンモッチとか、うん、共有したいね。これで、あの時より盛り上がるかどうか、あ、ね、検証を、はい、やりたいね。ズラ君は？そうですね、まあ、難しいですね。高田のババイリアないないですだからこそです。あ、はい、やった結構経ったじゃないですか、何回か。あ、そうですね、うん、そうだね。でも、ケグ君とは経ったことがあって、そうね、これから経つこともないと思うんで、はい、経ってみたいなっていう願望を含めて、まあ、そんな感じでですね、まあ、今年もいろんなライブハウスでマイクレットンズやりたいなと思ってますので、皆さん、全国各地いろんなところでお会いできたらと思っております。ということで2023年もマイクレットンズをよろしくお願いいたします。バイバイ。